GitHub Packages によるツール開発公開っていう、内容で、まず GitHub っていうのは何かっていうと、ローカルマシーンがあって、その中で、Git コマンドっていうものを使うと、コードの、変更を追跡していけるっていう、まあ、仕組みがあって、そういうものもレポジトリっていうんですが、ローカルマシンで作ったレポジトリはローカルレポジトリというものになります。で、変更のこの履歴をどんどんその登録していくんですけど、まあ、コミットっていうんですけど。で、あと、なんか内容が分岐した場合は、まあなんか Git ブランチとかいうコマンドを使うと、まあなんか A プランと B プランみたいな感じで、2つの異なる内容のもので、その各々の開発を進めて、まあ、どっちかいい方を採用するとか、両方の内容をマージするとか、そういったことができるようになります。で、そのレポジトリを他の人でも、見えるようにするっていうのが、GitHub で、まあ、そういうリモートサーバーに置かれたそのレポジトリのことをリモートレポジトリと言います。で、GitHub にその変更履歴を転送するときは Git プッシュっていうコマンドを使いますし、逆にそのリモートの内容をローカルに落としてくるときは、プルだったり、ランだったり、フェッチだったり、そういったものを使うと取ってくることができます。で、Docker Hub っていうものも、あるんですけど、Docker っていうのは、仮想環境ですね。コンテナっていうものの中に OS とかミドルウェアとか自分が書いたコードとかを格納して、リモートサーバー、Docker Hub っていうところに、その Docker イメージを登録しておくと、他の人がそのイメージを自由に取得することができるので、コードだけを公開するっていう話と比べて、その動く環境を丸ごとユーザーに提供できるっていうのがあるので、よりそのデータ解析の再現性を向上させることができるものになります。で、まあ、Git っていうのはだからコードを公開するようなもので、Docker っていうのはその動く環境を提供するものなので、まあ、その両方を一緒に使えると嬉しいわけですね。自分がなんかツールだったり、データベースだったりを作ったときに、それをどうやって作ったのかっていうコードは、公開されるべきだし、でもコードだけあってもそれが動くかはわからないので、そのコードが実際に動く環境を提供するっていう意味で、コンテナも欲しいっていうので、で、これら2つをなんか兼ね備えたものがあると、すごく嬉しいんですけど、まあ、そういうやり方が実際あるのかっていうのを、調べたっていうのが今回の話になります。で、4パターンぐらい見つかったんですけど、まあ、順に説明していくと、1つ目のやり方は、Docker ファイル内で GitHub 上のコードを参照するっていうやり方で、リモート環境で Docker イメージを作るときに、Docker ファイルっていうものを書くんですけど、こういう Docker ファイルが置かれたディレクトリで Docker ビルドっていうコマンドを実行すると、この、レシピ通りに作った環境が、出来上がるんですけど、この Docker ファイルの中で、この add タグっていうのがあるんですけど、ここに、自分が作ったツールの、URL を書くと、そのコンテナの中に、この、ファイルがインストール、あ、音、あ、ダウンロードされます。で、ただし、その、なんていうんですか、何かしらのバージョンを指定してダウンロードしたりっていうのがあるので、GitHub では、まあ、タグとかリリースっていう機能があるので、それを使って、例えばバージョン1.0っていうふうな名前をつけて、バージョンをつけた、リポジトリを、そのコンテナの中にダウンロードするのが大事だと思います。で、ここでアドしたら、もう、このコンテナの中にこのバージョン1.0 tar.gz っていうファイルがあるので、
で、それを回答しておいて、すぐに、使えるようにしておくっていうふうにすると、親切だと思います。で、ただし、まあ、このやり方のあまり、なんかいまいちなところは、なんていうか、ここの中で完結してないというか、ドッカーを実行する環境があって、ドッカーファイルがどっかにあって、で、その中で参照しているコードも、まあ、GitHub のどっかにあって、みたいな感じ。結構その関係するものがちりぢりになってるっていう意味で、そういうところはいまいちかなっていうふうに思います。で、もう一つは、Docker Hub の自動ビルド機能っていうのがあって、これは有料プランじゃないと使えない機能なんですけど、この Docker Hub のビルズっていうところをクリックして、使える人はこういう画面を見ることができるんですけど、このページで、GitHub 上に置かれたこの Docker ファイルが、変更が入ったら、Docker Hub でもそれをビルドしておきますっていう指定を、することができるので、一時その Docker イメージを、ビルドするっていう、ステップをローカルマシンでやらなくても、Docker ファイルを置いた GitHub のところになんかこう変更をプッシュすれば勝手にそのクラウド上で Docker イメージを作ってくれるっていう、まあ、自動ビルド機能っていうのがあるので、そうすればまあコードはここで管理して、動く環境っていうのはまあ Docker Hub が勝手に作ってくれるっていうのでまあ理想かなと思います。で、まあ、Docker ファイルの中身っていうのもここで参照できるので、あ、こういうふうに、この環境は作られたんだなっていうのがわかると思います。はい。ただ、まあ、Docker Hub 上で Docker イメージと Docker ファイルは見れるんですけど、やっぱりコードは GitHub にあるので、ちょっとバラバラな感じはまだあります。3つ目は、GitHub Actions と Docker Hub を使うっていうやり方です。GitHub Actions っていうのは、継続的インテグレーション、CI っていう、ものの技術で、なんか GitHub になんかプッシュだったり、プルリクエスト、リクエストだったりっていうものが起きると、それをトリガーとして、こういう処理をし、してくださいって書いた、その YAML の通りに、処理が実行されるっていうので、よく、用途としては、なんかビルドをするとか、なんかパッケージングするとか、テストするとか、どっかにデプロイするとか、そういう処理を事前にその GitHub 上でもなんか準備しておいて、プッシュだったり、プルリクエストだったりすると、毎回それが走るっていうふうにしているものになります。で、それは別に GitHub の標準の GitHub Actions じゃなくても、まあ、Travis CI だったり、まあ、Circle CI だったり、なんかいろんな仕組みはあるんですけど、まあ無料で使えるし、特に制限もなかったりするので、GitHub Actions は、今すごくおすすめです。で、中身はこういうふうに YAML ファイルになってて、まあ、ON っていうのは、まあ、プッシュが入ると、移行の処理が実行されますみたいなもので、まあ、こういうふうに Ubuntu だったり Mac だったり Windows だったりいろんな環境でこの処理を実行することができますし、この Actions チェックアウトマスターとかなんかセットアップノードマスターとか、こういったものってその標準で用意されている、有志が作ったり GitHub 側が公式に作ったアクションズってもので、一連の処理っていうのがすでに作られているので、まあそういったものを単に useEase とかで指定するだけで勝手に実行してくれるっていうのがあって、すごく自分が書くコードが少なくて済むっていう利点があります。まあ、詳しくはGitHub のマーケットプレイスってところで、GitHub アクションズどんなものがあるのかっていうのがわかるので、まあ興味ある。あとはぜひここら辺を参照してください。
はい。で、この GitHub Actions を使って、Docker Hub に、プッシュするということができます。その名の通り、その Docker Hub Build Push Action っていうのを、GitHub が用意してあるので、まあ、これを Users で書いて、で、ここで、Docker のユーザーネームとパスワードを指定します。で、まあ、要するに自分が本来、ローカルマシンで Docker Hub にプッシュするっていう作業を GitHub Actions にやらせるので、その第三者がそういうことをやってもいいようにするために、まあ、ユーザーネームとかパスワードとかを事前に伝えておかないといけないんですけど、まあ、ただし、ここに自分のユーザーネームとかパスワードとかをベタ書きして、それをなんか GitHub に公開してしまうと、まあ、それはセキュリティ的に大変まずいので、シークレットっていう機能があって、GitHub のそのレポジトリの設定のところでシークレットっていうのを設定して、この Docker ユーザーネームとか Docker パスワードみたいな名前で、自分のユーザーネームとかパスワードを、登録しておくと、こういうシークレットドットで参照することができるので、まあ、こういや、あの、まあ、こういうふうに書きます。そうすると、自分がやらなくても GitHub Actions が勝手に Docker ファイルをビルドして Docker Hub にプッシュしてくれます。はい。で、それのもうちょっと発展系の話をしまして、Docker Hub じゃなくて GHCR っていうところにその Docker イメージをプッシュすることができます。GHCR っていうのは GitHub Container Registry っていうもので、まあ、なんか Docker のプッシュとかそういう操作は何もその指定しなければ標準では Docker Hub に対して行うんですけど、もしここになんか query.io スラっていうふうに打つと、Docker Hub じゃなくて、ここの、Docker のレポジトリに対して操作をしますし、GHCR.io って打つと、このレジストリに対して操作をします。で、これは GitHub が最近作った、まあ、Docker のイメージを集めてる、まあ、レジストリになります。結構新しくて、2020年の9月から始まったものです。で、公開レジストリも、非公開レジストリもできるんですけど、まあ、公開レジストリであれば無制限に利用可能になります。いくらでも使っていいっていうので、この話は、まあ、そもそも GitHub パッケージっていうもっと大きい括りの中の一機能だったんですけど、まあ、GitHub パッケージっていう、その、なんだ、そのレジストリを、あ、じゃじゃ、レポジトリをパッケージ化するっていう仕組みがあって、で、パッケージする仕組みとして別にコンテナだけじゃなくて Ruby のパッケージにするとかなんかいろいろあるんですけど、その中で、まあ、コンテナを使っているコンテナレジストリっていうものが、さらになんか進化して GHCR って名前になったみたいなんですけど、なんで、その関係で、まあ、昔の Docker レジストリの話は、こういう、URL になってるんですけど、最近は、GHCR って名前になったので、ちょっと URL が変わったりしているっていうのが、まあ、注意が必要です。で、この GHCR を GitHub Actions 上で使うと、こんな感じになって、まあ、その YAML の中に Docker Push のコードを書いて、まあ、その時に GHCR.io すらって打つだけなんですけど、で、そうすると、レポジトリにある Docker ファイルがビルドされて、この GitHub ユーザーネームの、イメージネームのレイテストってタグで、そのイメージが GHCR に登録されます。で、うまくこの GitHub Actions が実行されると、この GitHub
GitHub のページのこの右側のパッケージズってところに今1っていう数字が入って、新たにページができるようになります。で、そのページ見ていくと、まあ、こんな風に Docker Pull GSR.io でユーザーネーム、イメージネーム、タグ名っていう風にして、まあ、こういう風にすると、このコードを、落としてこれますっていうコードが、ここに書かれていて、で、まあ、僕は工夫してこうやってるって感じなんですけど、まあ、慣習的にその最新のイメージはレイテストっていう名前にするんですけど、毎回レイテスト指定して登録しちゃうと、どんどんその内容が上書き保存されていっちゃうので、なんか過去に書いたコードとか全部消えちゃうっていうのがあるので、こういうふうにその、これは多分、GitHub のコミット ID かなんか使ってるんですけど、まあなんか毎回違う名前で、その、Docker イメージを登録しておくっていうのが大事です。まあそれとは、まあ、別途、まあ、レイテ、毎回、最新バージョンにはレイテストっていう名前を付けるっていうことをやってるので、っていうのはここですね。どっかプッシュするときにレイテストっていうタグでもプッシュしてるし、これは、多分と、GitHub のコミット ID、ハッシュ値みたいなのだと思うんですけど、まあ、それでもプッシュしてるから、ここで2つタグ名が当てがわれているんですね。っていうのを毎回、僕はやっています。はい。ってやると、すごく自分はコードの更新だけ考えてればよくて、で、それのコードが動く環境っていうのは、まあ、GitHub Actions が勝手に作ってくれるので、いちいち Docker Hub に対して Docker Push とかそういう操作しなくても、クラウド上で勝手にやってくれるっていうのが、まあ、利点だと思います。はい。っていうので、まあ、4つほど紹介しましたけど、まあ、最初は Docker ファイルの中に アドタグで、自分が、書いた、コードを GitHub から落としてくるっていうやり方で、2つ目は、まあ、有料にはなりますけど、Docker Hub の自動ビルド機能を使うっていう話で、3つ目は GitHub Actions。で、アクションズの YAML のファイルの中で、Docker Hub にプッシュするっていうコードを書く。まあ、それの GHCR 版ってのが4つ目ですね。で、まあ、メリット、デメリットあるとは思いますけど、まあ、一番お手軽なのは多分一番最初のやり方だと思うんですけど、まあ、ソースコードは GitHub で、ドッカーファイルは GitHub だけど、ドッカーイメージはドッカーハブだったりして、こういろんな情報がこう、ちりぢりになっちゃうっていうのがあんまり良くないかなっていう気がしていて、で、お金を払えば、この2番のやり方もできるので、いいとは思うんですが、お金を払わなくても、3番、4番のやり方をすれば、ドッカーハブとか JCR とかにドッカーイメージを登録してくれて、で、特にその、四つ目、最後に説明したやつは、パッケージっていうものにしてくれるので、GitHub パッケージっていうものにしてくれるので、もうちょっと、なんか、かっこいい仕組みというか、っていうのがあるので、まあ、GitHub のそういう仕組みに乗っかると、再現性のあるコードをユーザーに提供できるんじゃないかなと思います。はい、以上になります。何か質問とかあればどうぞ。山本です。料金が今無料になってるところで、そのうち有料に変わりそうな手法とかってありますか？なんか、どっかのやつが有料になりそうだとか、今無料になってる項目の中で、そのうち有料になりそうなやつってありますか？ちょっと未来のことはよくわかんないですね。うん。で、ただ、ドッカーは今、ちょっとビジネスが不安定というか、どうやってお金にしていくかってところでなんかいろいろ悩んでるみたいな感じがあって、
Docker Hub の自動ビルド機能は有料になってるし、Docker Hub も、1日間、なんか、プル数とかに制限があったりとか、3ヶ月ぐらい使われてなかったイメージは削除するとか、なんかそういうふうにして、どんどん使いづらい方向に持っていってるので、で、それがお金を払えば解消されるっていうふうな感じなんですけど、ちょっと Docker はそんな感じなので、Docker Hub に依存したところがあると、まあ、将来ちょっとお金を後で払わないといけなくなってくるみたいな事態になるかもしれないですね。分かりました。ありがとうございます。はい。まあ、ちょっと GHCR とかは、それに対して安定なのかとかはよくわかんないですけど、今のところ無料で使えてはあります。はい。はい。福島さんどうぞ。どうもご無沙汰してます。すみどまうせん。ぞ。ちょっと聞き逃しちゃったかもしれないですけど、このまとめの最後の1から4で、露崎さんおすすめとかなんか使われてるのってどれなんですか？日常的に使ってる的な。日常的に、いや、僕もちょっと調べて、最近こういうやり方があるんだっていうのを知ったっていう話なんで、まだ日常的には使ってなくて、なるほど。ただまあ一番、まあ学習コストはちょっと高いとは思うんですけど、一回書いてしまうと GitHub Actions はすごい楽なので、4番でやっていきたいなっていう感じですね。ありがとうございます。まあ、別に GitHub Actions と関係なく、そのどっかのイメージの登録先として、普通に GHCR というのは無料で使えるところなので、GitHub のアカウントを持ってれば、多分自由にプルとかプッシュとかできるので、GHCR は、まあ、なんか今回のその、GitHub Actions とか関係なく、まあ、これ単体ですごく便利なサービスだと思うので、ぜひ皆さん使ってみてください。